第2周期です。あちらでしばらくお待ちください。チャラい電話は携帯電話はマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。また、優先座席付近での混雑時は電源をお切りください。皆様のご協力をお願いします。天王寺から東村方面第2周期です。本日は大阪市営地下鉄をご利用いただきまして、ありがとうございます。次は、長浜、出口は右側、Next Station、長浜、Station No. 34、次は、出口は右側、Station No. 34、次は、記念日、リバリ、出口は右側、被害拡大症手術、目の健康相談の方、高橋クリニック、ゴシ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 の方、次でお降りください。ご乗車ありがとうございます。この電車は第2周期次、ギアの出口は右側、大阪のブランド番組の買い取り販売、CM、OA、ゴシゴシゴシの方、次でお降りください。次は、小川の方、出口、被害拡大症手術、コンタクトレンズ上の内元眼科へゴシゴシの方は、次々でお降りください。次は、お客様にお願いします。座席はできるだけ譲り合っておかけください。なお、優先座席はお年寄りや体の不自由な方などにお譲りくださいますようご協力お願いします。次は海の外、出口は右側です。ご乗車ありがとうございます。この電車は第2周期続き、上橋線は乗り換えです。出口は右側です。次、天王寺、緑地線、JR 線、近鉄線は乗り換えです。四天王寺前、夕日が丘。丹波修正線、千日丸線、近鉄線は乗り換えです。丹波六丁目、長堀、鶴見緑地線は乗り換えです。出口は右側に変わります。次は、丹波四丁目、中央線は乗り換えです。出口は左側に変わります。天王寺、京阪線は乗り換えです。出口は右側に変わります。南森町、堺筋線、JR 東西線は乗り換えです。出口は左側に変わります。東梅田、緑地線、JR 線、阪急線、阪神線は乗り換えです。出口は左側に変わります。ご乗車ありがとうございます。この電車は第2周期です。次は中崎町、出口は右側に変わります。天神橋筋六丁目、堺筋線、阪急線は乗り換えです。出口は右側です。宮古島、野辺、新陳代、関根、高野、千葉屋、大宮、大島島、オリンピ、第二、終点、大阪、モノレール乗り換えです。お忘れ物ないようご注意ください。出口は右側です。